ナチスの言語とは、ナチス時代に頻繁に使用され、国家と社会における言語寛容に多大な影響を与えたドイツ語の語彙や特定の公的な習字を指す。単語の心臓や既存の単語に新たな意味を持たせることも含まれる。どちらも一部は意図的に作られ、一部は十分に考慮されることなく定着した。アドルフ・ヒトラーとヨーゼフ・ゲッペルスは、 この言語の典型的な代表者とみなされている。両者は主に言語的攻撃を行うデマゴーグとして活動し、マスメディアを体系的にナチスのプロパガンダのために利用したため、その言語スタイルと合意は後半に広まり、多くの公的な分野に浸透した。この言語について今日、分析する際には、ナチスの言語寛容はどれほど和社の政治的目標や、 とのののを許すものなのかいいう点が議論されているナチスのプロパガンダ、ポーランド、拘束したユダヤ女説明、ユダヤの三弾銃所持の女は、卑劣な殺人ギャングの闘目である。この、ワルシャワの月頭ユダヤ人、バイラ・ゲルブルングなる者は、ブレストリトフスク付近で、ドイツ軍部隊に捕獲された。ポーランド軍服を着用し、 闘争を図るも残虐極,極まりない殺人ギャングの一つの頭目と判明した。曲がうことなきユダヤ的抗眼無知をもってしても犯行を否認し統制はしなかった。1939年9月21日発表。国民社会主義大学生同盟のビラ。1933年に文書に際して配布された。1933年1月30日に ナチ党が政権を獲得すると、すでに同年3月には、帝国国民啓蒙宣伝省が新設され、ドイツ全土で、新聞、文芸、造形芸術、映画、演劇、音楽の内容の統制の任に当たっていた。その手段として1933年9月に、帝国文化院が設立され、ほとんどすべての文化の分野とメディアを統制した。帝国新聞院はその下部組織であった。 ナチ党所有のメディア以外も、こうして、ナチのイデオロギーを宣伝するための国家装置として、利用可能となった。ここでは、同省の検閲や女性が、ナチ党の意向に沿った形でのスポーツ、文化、劇映画の人物表の取り扱いに及ぶようになった。帝国映画院は、その人事政策を、個々の映画政策にまで貫徹した。国家的な言語検閲、言語操作のために、 ナチ体制自らが、言語規制という概念を作り出した。宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスの内々の指令が与えられ、新聞には、この種の検閲措置によって、あらかじめ取り扱うテーマだけではなく、言語の使い方まで決められていた。とりわけユダヤ人迫害、ユダヤ人絶滅については、国家的措置の実際の目的を、ドイツの、また、 国外の世論から隠蔽するための用語が指令された。こうしたテロ行為、殺人行為に対しては意識的に無害で当たり障りのない、または肯定的な表現が使用されることが多々あった。こうすることでこの種の表現を平常の分野で登場させ、被害者による組織的抵抗を妨害することが意図されていた。語彙の使い方は特にナチ党員以外のものに向けられ、 党やその支配下にある当局が目指すところを確信させることを目的としていた。ごく一部のみ、ナチスの言語はすでに革新的な地頭員の結束を強めることを目的としていた。ナチスによる国家装置の利用が増大するに応じて、より一層明らかに鯉や言語の使い方の特徴が全国民の生活に現れるようになっていった。話をする者がこの言語や、 これに属する党の幹部から逃れられると感じることができるのは多くは家庭の中だけであった。耳打ちプロパガンダや私的な会話は戦時中には常に他人による監視の危険にさらされていた。以下に体系的、年代順その目的を列挙する。すでに1933年にカール・クラウスの第三マルプルギスの夜が成立した。 ここでは、ナチスのプロパガンダの言語が一貫して、ゲーテの思想世界に対地され、ナチスの言語の分析は、その後の成り行きを正確に予言したものであった。たとえクラウスが十分に引用していたとはいえ、すでに完成した作品の出版を最後の時点で諦め、そのため、第3バルプルギスの夜が出版されたのは、彼の死後、1952年のことであった。 ロマンス語学、文芸学者のビクトール・クレンペラーは、第三帝国の言語、ルティ、ある言語学者のノートにおいて、1933年から1945年までのドイツの言語の総括を行った。署名は、ナチスの略語への偏愛をもじったものである。ルティとは、リンガー・ターシン・インペリーに由来し、意味は、第三帝国の言語である。ここで、 クレンペラーが主張したテーゼとは、人々に最大の印象を与えたものは、個々の演説、ビラ、単語や類似のものというよりも、むしろ一切の言葉の洪水のステレオタイプな繰り返しというものであった。これらは暗示という意味での向上的影響をもたらしたとされた。1945年から1948年にかけてドルフ・シュテルンベルガー、ゲルハルト・シュトルツ、 ビルヘルム・エマヌエルズ・ユース・キントが雑誌変化でナチスの言語に対して同様の言語批判を寄稿した。1957年にこれらは一冊の本にまとめられ認否人の辞書からという署名で出版された。1940年のチャールズ・チャップリンの映画独裁者はヒトラーのパロディとナチス体制への風刺であった。チャップリンは関係する政治家や 国家の名称を架空のものとしたが、ナチスの用語、人種、ゲット、強制収容書を明確に引用した。主役ヒンケルの演説は、創作された全く意味不明な言語、トメニア語によるものである。しかし演説の攻撃的な口調、スタッカーと表情、ジェスチャーはまさしく、ヒトラーのものであり、その発言の残虐な内容と目的を推測させる、ものである。 チャップリンの功績は、ナチスの言語スタイルの分析を早期に言ったという点にある。1973年から、オーストリアの俳優、ヘルムート・クバルティンガーは、アドルフ・ヒトラーの、我が闘争の朗読を行い、録音が公開されている。原文、ポーラン、バーハフテイテ・ジュディシャ・フラウ・ジュディシャス・フリントン・ビブオスト。 アンフターリン・ゼメイナー・モード・バンディトン、ホンデン・ドイチェン、トラーバン・ベルダ・インデア・ナ・ホン・ブレスト、ラトフ・スック・ディーズ・ウォー・シャワー・ゲット・ジュディン・ナ・モンス・バイラ、ジェルブラン・ウフジア・グリフィン、ズイ・バー・サッチット、インデア・ユニフォーム・アイネス・ポルニション・ゾアルドットンズ、フラクト・ンウント・ベルダ・オスとアンフターリン・アイナ・デア、グラウ・サムソン・モード・バンドン・ウィー・デア・キャント、トロツ・イラ・エクト・ジュディス・ケン・フレッチ・ハイト・ジャ・ラン・エス・エア、ニヒト デア、ジュードイストウントブライブットデアタイピシャパリシット、アインシュマーツア、デアビーアインシャドリッカーバチルスズイヒーマーメア、オースブレイテッドゾービヌアーアインガンスタイガーナーバダンダズアインラットアーティケルスプラクレイムロン。ありがとうございます。